歌合戦、絶縁報道の信憑性。金プリも配信、平成は東京ドーム公演、決別感染名、12月2日、スノーマンが大晦日に予定している YouTube 生配信ライブ、スノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日。の配信時間が発表された。スノーマンのたくさんのファンのみんなと一緒に、大晦日の夜を過ごしたい。 という思いから企画された大晦日ライブは、午後8時30分から10時に歌とダンスパフォーマンスをするライブパートを配信。休憩を挟み1時45分から0時15分にトークが中心のカウントダウントークコーナーを配信する2部制を予定しているとのことだ。旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップの創業者ジャニー北川氏、去年87、 の課外問題を NHK サイドが重く見た結果、今年の大晦日の NHK 紅白歌合戦には、旧ジャニーズ事務所の所属タレントが1979年以来44年ぶりも出演しません。また、事務所恒例行事の年越しライブ、ジャニーズカウントダウンライブ、通称、カウコン、モナシ。 そのため、スノーマンの配信が発表された際は、多くのファンを喜ばせましたが、ライブパートの配信時間は、紅白ともろに被っている。ファンが最も見やすい時間ということなんでしょうが、ぶつけてきた感もありますね。ワイドショー。今年の紅白は前半パートが午後7時20分から8時55分。後半パートが午後9時から11時45分となっている。 スノーマンのライブ配信は、紅白の前半パートの中盤から後半パートの中盤にかけて、1時間半も被っているのだ。スノーマン、紅白にぶつけてきたね。そりゃ、YouTube 見るはわか見ないんだからなおさら手軽にスマホで見れるんやから。スノーマンの配信、見ます。スノーマンまるっと紅白の時間にぶつけてきてておもろい。 もちろん紅白はカンズにスノーマン見ます。が、他グループはないのかな手のが気になるところ。といった声が SNS にも多く寄せられている。前室のワイドショー関係者は続ける。スノーマンでは、11月発倍の女性自身公文社。 2ファンと共に大晦日に自分たち主導のライブを同じ場所で毎年開いていきたいという思いから24年以降も基本的に紅白に出場しない方針でメンバーが一致したという紅白絶縁報道がありました。少々驚きの報道でしたが今回のろかぶりを見ると記事の信憑性が増す感じですよね。 スノーマン以外の旧ジャニーズグループも、大晦日の紅白やカウコンに変わる生イベント発表が続いていています。12月3日、キングプリンスは公式 X、ツイッターで、まだタイトルが決まってませんとしつつも、2023年12月31日制配信をしますと発表。ヘイセイ ジャンプは4会場10公演にライブツアー2024プルアップの一環で東京ドーム公演を12月29、30、1月1日に行う予定だったが、大晦日の12月31日午後6時からの公演も追加されることが12月2日に発表された。金プリの正配信のタイムスケジュールはまだ発表されていないが、 年越しスノーマンキンプリも、正配信めっちゃ嬉しい嬉しいけど、どうする大晦日、スノーマンもキンプリも正配信だそうな。別々で。時間はかぶるのか。気になる。みんなわかってると思うけど、スノー VS キンプリじゃなく、スノキンプリ VS 紅白よ。力合わせて頑張ろ。と、紅白と裏かぶりすると考え、 より応援しようというファンの声が多く寄せられている。前室のワイドショー関係者は言う、旧ジャニーズ事務所は、カウコンを大晦日の最重要イベントに据えていて、紅白はむしろ NHK サイドが紅白にも出てくださいとジャニーズにお願いしていた、という背景がありました。旧ジャニーズが協力する感じだったでしょうが、事務所も紅白、 を通じてファン層が広がるため、持ちつ持たれつな関係でもあったわけです。しかし、事情が事情とはいえ、今年の紅白は旧ジャニーズをした上、出場歌手のラインナップを見れば、旧ジャニーズ勢から K-POP アイドルへの露骨な乗り換えを感じさせるものでもあった。そのため NHK に難色を示す気は多いのですが、 それはスノーマンや他の旧ジャニーズタレントも同じ気持ちかもしれませんね。今年の紅白は旧ジャニーズタレントが出演しない代わりに赤組白組とも K-POP アイドルが急増。白組は13グループであるセブンティーンと8人グループのストレイキッズの2組が初出場。ベニ組はトワイスの日本人メンバー3人のユニット。 ミサモカ初出場するほか、4年連続出場となる9人グループの日優、昨年に続く出場となる5人グループのファも参戦。5組に加えて、メンバーは全員日本人だが、K-POP 系列にカウントされることがある男性11人グループ上腕も加えると、計6組が紅白に出場することになる。まさに乗り換え、旧ジャニーズタレントも、 NHK、紅白、思うところはあるのではないだろうか。絶縁報道があったスノーマンに限らず、旧ジャニーズ全体も、紅白、とは距離を置く可能性がありそうです。スノーマンが予定している大晦日のライブ配信がそうですが、紅白で1グループ1、2曲を披露するよりも、YouTube 配信やコンサートでがっつり、尺たっぷりにパフォーマンスを披露する方がし、 グループも盛り上がるでしょう。来年2024年の大晦日、旧ジャニーズが立ち上げる新会社と契約するグループ、タレントの評価が十分に回復している可能性はありますが、それでも旧ジャニーズ紅白出場はゼロという展開もあるのかもしれませんね。全土大晦日は紅白ではなく公演、もしくはライブ配信を見る。今後、 旧ジャニーズファンの間では、それが普通になっていくのかもしれない。